こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はリップのアートメイクの経過の報告動画になります。今日で施術をしてからちょうど2週間経ちました。リップのアートメイクのダウンタイムなんですけれども、ダウンタイムが何日間ぐらいかっていうのはね、はっきり言ってちょっと私よくわからないんです。ただ最初の説明の時に10日間はワセリンを塗ってケアしてくださいっていうお話があったので、一応施術の当日から10日目までこれを写真に撮って記録しました。それを今日ご視聴いただこうと思います。その前にまず14日目の今日の段階をお見せしますね。ちょっと近づきます。こちらのワセリン塗ってみます。14日目の段階では輪郭が結構残っていて、内側はほぼ取れているっていう状態です。そして色味の方なんですけれども、まあナチュラルなベージュというかブラウンベージュみたいな感じで定着していました。それではここから初日から10日目までの写真をご覧ください。どうぞ。左上がビフォアの状態で、右下が10日目の状態です。これすいません、10日目ですね。ちょっと朝写真撮るの忘れてて、ラッシャースリップスかっていう唇のね、プランパー効果のある美容液を塗っちゃったので、ちょっとね、かなりぷっくりして見えるんですけれども、それはリップ美容液のせいです。では、直後からいきますね。直後は、思ったよりも、なんかムラがある塗り方っていうか仕上がりかなって私思ってたんですね。まあ、麻酔とかもあってジンジン痺れてたりとか、初めてのことやったんで、いやこんなもんなんやろかどうなんやろかっていうのが全然わからなかったんですけれども、直後は思ったよりもなんかつき方にムラがあるかなっていう感じでした。前の動画でも言ってるんですけれども、初回はほぼくすみ取りみたいな感じになりますので、色が定着するといっても 30% ぐらい、もしくはもっと低いぐらいしか残らない。元の唇の色素によってはくすみ取りだけになる場合が結構あるみたいなので、そうなると1回やっただけでは全く何の変化もないっていう形の人もいるみたいです。で、次翌日ですね。翌日はすごい鮮やかなオレンジに見えます。これはですね、くすみ取りの色素というか薬剤の色が派手なオレンジ色のせいが大きいんですね。なので私はオレンジっぽい色を一応 30% 程度、まあ、混ぜてやっていただいたんですけれども、それがそのままこの定着させたい色っていうわけではありません。私の場合も7割ぐらいはくすみ取りのカラーが入っているっていう状態で、翌日の発色がこの鮮やかなオレンジになっています。そして2日目、2日目からもう早くも皮むけが始まりました。まあ、じっと見ていただいたらわかるんですけども、ポロポロむけてきてますね。で、3日目はそのむけたところがなくなって輪郭がメインで残ってます。4日目、5日目もそんな感じですね。で、6日目、これちょっとね、他のより写真がボケちゃったんですけれども、6日目も同じような感じ、7日目も同じような感じ。もうここはね、ほとんど見た目では変化がないかな。8日目も9日目もそうですね。9日目の写真ね、ちょっとね、メイクしてて、唇の山の上にハイライトのせたんで、ちょっと向かって左側の唇のお山が削れたみたいになってるんですけども、これはそこの色素が取れたわけじゃなくて、なんかパウダーがついてるっていう状態です。はい、そして10日目ですね。10日目はこのさっき言ったみたいに美容液を塗っちゃったんでプルンとなってるのと、あとそうですね、ちょっとした保湿をしただけで結構赤っぽく全体がなります。はい、10日目までの経過はこんな感じ。ビフォアと比べると
明らかに唇のラインがはっきり出てるんですね。まだ1回目のくすみ取りだけなんですけど、これはね、まあこれ今2週間、こちらの写真は10日間の状態なので、1ヶ月ぐらいしたらもっと落ちるのかもしれないですけど、結構ね、予想外にかなり残ってるなっていうのが私の印象です。このね、ラインがあるだけで唇が綺麗に見えるし、メイクがね、ほんと楽ですね。今はもうほぼ透明のリップクリームしか塗ってないんですけども、このムラがあるのも、透明のリップクリームとかベージュ系のリップであっても、なんかね、ムラってほとんど気にならないような感じで私は発色するんです。透明でもね。だから、2回目はもちろん行って色をね、定着させる施術をするんですけども、結構ね、1回目でもいい感じやなっていう風にやってよかったなって思いました。まあ、全然ね、くすみ取りだけで、見た目に変化がないかもしれないなっていうのは思ってたんですけれども、想像以上に唇の輪郭綺麗に見える施術だなっていうのが1回目終わった感想です。さっきワセリンを塗って保湿したんですけれども、今からラシャスリップスと色付きのグロス、これを2種類塗ってみたいと思います。まあ私がね、今見せた状態だと、あんなにムラになっちゃって大丈夫っていう人もいるので、私はこんな感じでやってますっていうのをお見せしますね。ワセリンを拭き取った状態、こんな感じです。こちらのラシャスリップスを塗ってみます。これはね、ほとんど色がつかないやつです。こんな感じ。次はこちらグレードポーポーテのリップグロスを塗ってみます。これは少し色がつくタイプです。昨年に引き続き肩がボワンってなってるやつが多いと思うんですけども、なかなかね、あそこまで攻めすぎたやつ普段使い難しいなっていう気がしたので、私はね、これちょっと内側に入ってるのが
いいなと思って買いました。はい、ピアスはシンコポントスさんです。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。